8月24日松山市堀之内の県立図書館で21世紀愛媛の伝統工芸大賞の応募作品が展示されました。21世紀愛媛の伝統工芸大賞は伝統工芸品を広く知ってもらい販路拡大を進めるために毎年行われていて、今年で17回目を迎えます。今回は応募作品50作品が展示されました。この21世紀愛媛の伝統工芸大賞なんですけども、県の指定の伝統的特産品等の伝統工芸士やですね、次世代を担う技術者が制作した市場価値の高い商品をですね、発掘しまして、検証することによりまして、生産者の、市場ニーズに応じたデザイン性の高い、商品作り、の意欲を高めまして、販路拡大ということを目的に、進めておる事業です。部門がですね、5つに分かれておりまして、紙製品部門、木築工芸品部門、陶芸部門、繊維製品部門、そしてその他工芸品という形に分かれておりまして、この5つの部門から今回51作品、ちょっと1作品、自体があったんですけども、50作品の審査会を行いました。県立図書館で、一般公開させていただきまして、広く県民の方にですねご覧いただいて、伝統的工芸品を PR していこうというような形で応募作品すべてを公開させていただいております。9月には県庁で表彰式が行われ、入賞作品は県内各地で展示される予定です。